ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近古代日本の遺物たちを知るのにハマってるんだけど、やっぱり日本といえば木造建築物だと思うのよね。昔から日本には木の文化が根付いていると思うし、とても素敵な文化だと思うわ。確かに木も私たちの生活に根付いていてかなり重要な存在ではあるものの、どちらかというと日本は木よりも石の文化だと思うんだよな。実際、建物の土台には石垣が多く使われているし、このような日本における石の文化は古代からあるんだ。特に飛鳥時代と呼ばれる頃には様々な石造物があることもわかっているぜ。確かにお城とかでも堀は石でできているし、木と同じくらい石造の文化もしっくりくるわね。そんな石造について、なんとそこには日本人の起源に関わる重大な秘密が隠されているなんて話もあるんだ。そして謎の多い石造物の背景には、あのイースター島のモアイなど、ポリネシアと日本とのつながりも垣間見えるんだぜ。モアイと日本のつながり？というか古代日本に海外とのつながりがある時点で相当びっくりしちゃうわよ。マリサ、その古代日本における石像についての話、ぜひ詳しく聞かせてほしいわ。よし、じゃあ今回は日本の大パーツである飛鳥の石造物の謎について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。さて、早速だが古代飛鳥は石の都と呼ばれることもあるほど、飛鳥時代は様々に石材を利用した時代なんだ。奈良県飛鳥村を中心とした地域には現在でも飛鳥時代に作られたとされる、様々な石造物が残されているんだぜ。正直、飛鳥時代って学校の授業とかでも、結構さらっと流されちゃう時代だから、石造文化に限らず飛鳥時代のことをあまりよく知らない人も多い気がするのよね。そもそも飛鳥時代っていつぐらいの年代を指すのかな？飛鳥時代は古墳時代の次の時代区分なんだが、諸説はあるものの初めて飛鳥、現在の奈良県飛鳥村に旧都が置かれた593年前後から、平城京へ遷都された710年までを指すのが一般的だな。わりかし短い時代なんだね。この時代はどのような時代だったのかな？最初は王権をめぐっての争いが激しく、豪族の間でも対立が深刻化していた時代だった。飛鳥時代直前には仏教が伝来しているんだが、それに関して数仏派の蘇我氏と、廃仏派の物のべしとの争いがその一例として挙げられるぜ。ああ、蘇我氏と物のべしの対立はよく聞く話よね。ということは飛鳥時代って、あの聖徳太子が出てくる時代かな。そうだな。聖徳太子は推古天皇が即位した時期に摂政として政治をよく助けたとされるが、その政策は仏教を基調とするものだったぜ。天皇中心の統一国家を築き上げるため、彼は官位12階を定め、憲法17条を制定し、司書の編纂を始めているな。聖徳太子は日本人なら誰もが知っている有名な歴史上の人物だよね。それにしてもなんだか私が思っていたよりも、かなり対立が激しい時代だったのかも。実際、飛鳥時代の東アジアは、589年に隋が中国の南北朝を統一するとともに、朝鮮半島において諸国間の戦闘が激化した動乱の時代だったんだ。618年に隋が滅んで唐が起こると唐は律令によって国家体制を整え、その影響力が周辺諸国に波及し、国際情勢は大きく変化したんだぜ。もしかして遣隋使や遣唐使が派遣されたのもこの時代？そうだ。朝鮮半島は7世紀の中央まで百済、新羅、高句麗の三国に分かれていて、日本は百済など朝鮮諸国とも交流を重ねていた。しかしその後663年の白月の絵の戦いで、日本と百済の連合軍は東新羅の連合軍に惨敗している。また国内でも645年に大化の改新、672年の壬申の乱という歴史上の大事件が起きているぜ。なんだかいろいろ落ち着かない時代なのね。でも壬申の乱の後はだいぶ落ち着いてくるかな？天武天皇によって飛鳥清原陵の編纂が開始され、持統天皇の時代に完成し、694年には飛鳥から藤原京への遷都が行われ、大宝元年には大宝律令が完了しているぜ。とりあえず落ち着いたと思ったらもう次の奈良時代に移り変わってしまう感じなのね。でも確かに反乱とかも多い一方でこの飛鳥時代はなんとなく進化の時代とも言える気がするわ。海外から技術とか文化を積極的に取り入れているし、仏教の伝来とか定着はその先駆けだよね。しかも官位12階とか17条の憲法の制定も、新しい政治思想や宗教観に基づく国づくりの始まりって感じがするよ。そうだな。また飛鳥卿に続く藤原卿は、中国の情報制に基づく日本最初の都城であり、都市の誕生でもあったんだぜ。そのような飛鳥時代で作られて、現在も数多く残っているのが謎の石造物ってわけだ。うんうん、前置きが少し長くなってしまったけど、その飛鳥時代の石造物っていうのはどういうものなの？種類については後ほど詳しく説明するが、とにかく確認されているものだけでもかなり数が多く、
しかもそれらはほとんどが年代も使用目的も、はっきりとわかっていないんだ。まさに謎の遺物って感じね。何か他の遺物で似ているものとかも特にないのかな？そういうのがあれば謎を解く手がかりになる気がするけど。残念ながら造形についても日本の歴史の中では他に類似するものがなく、異彩を放つ存在だ。そんなに奇妙なものだなんて、何かその石造物について特徴的なことってあるのかしら？例えば人物や動物をかたどったと思われるものや、あとは幾何学的な模様が施されたものがある。また人の背丈をはるかに超える超巨大な石造物もあるぜ。有名作家の松本清張や手塚治虫なども自身の作品でこれらの石造物を登場させたりしているんだ。それだけ特徴的かつロマンがある石たちってことなのね。でもどうして飛鳥時代にはこんな不思議で謎に満ちた石造物がたくさんあるのか気になるわ。ではその謎を解き明かすためにも具体的にどのような石造物があるのかを次に紹介していこう。お、それはいいわね。どんなものがあるのかワクワクだわ。まず紹介するのは亀石だ。これは奈良県飛鳥村川原にある石で、石の端に亀の顔に似た彫刻が施してあるのが特徴だ。あ、だから亀石って名前がついたんだね。この亀石の大きさはどのくらいなのかな？長さが 3.6 メートル、幅が 2.1 メートル、高さは 1.8 メートルとされていて、巨大な花崗岩の塊だな。この亀石は作られた時期も目的についてもよくわかっておらず、未だに謎めいた存在なんだ。私が想像していたよりかなり大きかったわ。それにしてもわかっていることがあまりにも少なすぎて本当に謎大きい存在だなって思うよ。この亀石が作られた目的については様々な説が謳われているんだが、中でも特に有名なのは飛鳥時代に建立された川原寺の境界を示すために置かれたというものだ。また他にも新羅から外交施設を歓迎するために設置されたなんて説や、光緑天皇の祭祀に関わる遺跡とも考えられているぜ。そんな亀石だが、実は少し奇妙な伝説が語り継がれていて、それがこの亀石の謎を解く鍵になるかもしれないんだ。なになに、その奇妙な伝説についても教えてほしいんだけど。何でもかつて奈良盆地の北西にある大間地区と亀石のある川原が対立していて、その大間では蛇が川原のナマズを倒し、奈良盆地の水が干上がって亀が全滅したというんだ。河原の人々は亀を弔うためにこの亀石を作ったとされているんだぜ。え、じゃあ亀石の目的ってその伝説通りじゃないの？まああくまで古代の伝説だし、これ以外に何も根拠がないのが現状だ。これだけで決めつけてしまうのは少し浅はかだと思う。まあそうか。そんな亀石、現在は南西に向いているものの、実は最初は北を向いていたなんて話があるんだ。え、向きが変わったってこと？それは誰かが意図的に変えたのかな？それについては人の手で変えられたのか、石が勝手に回転したのかはわかっていない。まあこんなに大きな石が勝手に動いているとしたらめちゃくちゃ不気味だけどな。さすがにそれはありえない気がするな。その向きが変わっていることについては何か伝説上で記載とかはないのかしら？あるある。何でも亀石が大間のある西の方向を向くと、大和の国一帯が泥の海に沈むとも言われているんだ。な、何それめちゃくちゃ怖いじゃない。さらに、大間のさらに北、奈良盆地から大阪へと抜ける場所には大和川が流れているんだが、そこには亀の瀬と呼ばれる地域がある。なんとそこにもまた亀石と呼ばれる巨石があることがわかっているんだ。え、亀石って一つだけじゃなくて複数箇所に存在しているの？でももしこの亀の瀬で地滑りが起きたりして大和川がせき止められるなんてことがあったら、奈良盆地に水が溢れてしまうわよね。そう考えるとこの伝説もあながち間違えていない気もするわ。ちなみに亀の瀬がある地区では大和殺すにゃ刃物はいらぬ、亀の瀬滑るだけでいい、という奇妙な言い伝えもあるんだ。おお、そう考えると亀石に伝わる伝説が一概にただの伝説とは言い切れなさそうな気がするわ。じゃあ他には飛鳥の石造物でどんなものがあるのかしら？次に紹介するのは飛鳥村村岡にある弥勒石だぜ。これは飛鳥川のほとりの田園風景の中に佇むお堂の中に安置されている石造物だ。この弥勒石ってなんだかとても縁起が良さそうな名前だけど、一体どんな石なのかしら？霊夢が縁起がいいと思っているのは弥勒菩薩を彷彿とさせるからだろうが、実際この石造物は弥勒菩薩と関係していると言われているんだ。まあ仏像的な要素はほとんどないが、どことなく頭があり、胴体があり、顔と思われるところには、目隠しかと思われる細工跡を見ることができる。この石造物の大きさはどのくらいなのかな？高さ約 2.5 メートルの背丈の高い石造物だ。この弥勒石を祀る祠と腰掛けがしつらえられた休憩所があり、弥勒石の周りには草履がずらりと奉納されているのも特徴だな。
え、なんで草履？なんでもこの弥勒石を拝むと下半身の病気が治るという言い伝えがあり、実際この弥勒石のそばにある案内板にもそのようなことが書かれているんだぜ。へえ、そうなんだ。下半身の病気にご利益があるからみんな草履を奉納しているんだね。たくさんの人の信仰を集めていて、大切に祀られていることがわかるわ。ちなみにこの弥勒石については作られた時期とか目的とかはわかっているのかしら？いや、この弥勒石についても残念ながら作られた時期や目的ははっきりわかっていない。だが残されている言い伝えによれば、かつて飛鳥川にあったこの石を村人たちが引き上げ、現在の場所に祀ったのではないだろうかとされている。で、その引き上げた日が8月5日であることはわかっているんだ。このことから毎年、それを記念してお祭りが行われているんだぜ。8月5日だなんて、随分具体的な日付がわかっているのね。それにしてもさっきの亀石と同様に、やっぱりこの弥勒石についても謎は多そうな気がしたわ。じゃあ他にはどんな石造物があるのか教えてよ。続いて紹介するのは猿石だぜ。これは飛鳥村平田にある吉備姫の大君の墓の前にある石造物なんだが、この猿石とは4体の石造物の総称を指すんだ。やっぱり名前の通り、お猿さんと何か関係あるのかしら？ああ、実際見てもらえばわかると思うが、猿を連想させる顔を持っている。4体のうち、それぞれの見た目からそうよ、男性、女性、三王権現という名前で呼ばれていて、高さはどれもだいたい1メートル前後だな。石の素材は花崗岩とする文献もあるものの、一応宮内庁の調査報告では石英戦力岩と公表しているぜ。これについてはいつ頃、どんな目的で作られたのかはわかっているのかな？残念ながらこれについても詳細は謎のままだ。しかし江戸時代の元禄年間に梅山古墳の付近にあった田んぼから出土したことはわかっていて、その後何度か移動した後に現在の場所に置かれたとされているな。あ、でもさっきまでの他の石造物よりはわかっていることが多いかもしれないわね。ちなみにこの猿石って今でも見ることはできるのかな？見ることはできるものの、現在は吉備姫の大君の墓内の柵の内側にされているため、正面からしか確認することができない。しかし、同じ飛鳥村にある飛鳥資料館に精巧なレプリカがあり、すべての作りを見ることができる。ちなみに正面からだけだとわかりにくいが4体のうち僧侶を除いた3体には裏側にも顔があるんだぜ。特に女性の裏側に関しては尖ったくちばしのようなものを持っており、まるで鳥のようにも見えるんだ。猿じゃなくて鳥なのね。これには何か意味があるのかな？一説によると仏教の守護神であるカルラを表しているのではないだろうかと考えられている。カルラ？カルラとはインド神話のガルダを前身とする、仏教の守護神の大鳥のことで、両翼を伸ばすと336万里あり、金色で、口から火を吐き竜を取って食うとするとされているんだ。そんな存在がいたなんて、でも確かに尖ったくちばしとか考えたら似た部分はあるかもしれないわ。ちなみに他の三王権現とか男性の石像については何か特徴とかあるのかしら？三王権現の表側は穏やかな表情をしている一方で、裏側には怒りの表情とも取れる怖い顔をしている。牙や角を生やしているように見えるんだぜ。うわ、本当に怖い顔しているわね。これは何を意味しているのかな？これについては一説によると邪気ではないかと考えられている。また男性の石像の裏側についても三王権現と同じように邪気のような姿が彫られているんだが、こちらの邪気は地面に伏せたようなポーズをとっていることがわかっているぜ。どちらも恐ろしい裏面を持っているわね。それにしてもこの4体にはそれぞれ独特な特徴があることがわかるわ。実は今紹介した4つ以外にも、飛鳥村の隣にある高取町という場所にも猿石と呼ばれる石造物があって、高取城跡に近い山中に置かれたものなんだが、なんと他の4体と同時期に出土したと考えられている。え、そうなの？じゃあどうしてこの1体だけ離れた場所に存在しているんだろう？それについてはもともとこの場所にあったとか、もしくは運ばれたとか色々考えられているが、未だに真実を知る根拠はなく、詳しい経緯はわかっていないんだ。そうなのか。またこれらの猿石だが、日本の中では歴史的にも地域的にも類似の形がない独特な遺物であるものの、実は遠く離れた海外の地で似たような石造物が発見されているんだ。え、それはどこにあるものなの？ポリネシア文化圏にある石造物だぜ。ポリネシア文化については後ほど詳しく話をするので一旦スルーするが、海外にある石造物と日本の猿石に何かしらの類似点や接点があるとしたらなかなか面白いよな。そうね。その辺の謎についても気になるところだわ。じゃあ他の石造物もどんどん紹介してほしいな。次に紹介するのは飛鳥村立花にある二面石だ。これは聖徳太子生誕の地と言われる立花寺の境内に置かれた石造物で、高さは1メートルほどとされている。
この二面石はその名の通り表と裏に二つの顔があるのが特徴なんだぜ。二面石ってそういう意味だったのか。それぞれどんな顔をしているのかしら？それぞれ南北方向に顔を向けているんだが、北を向いている顔は善、そしてもう片方は悪を表しているとされている。善と悪だなんて、まるで人の心の中を表しているみたいね。実際その通りで、人間の善悪両面を石に具現化したものだと説明されており、一説では原始的な道祖神だとも言われているんだ。やっぱりそうなんだ。ちなみにこの石造物についても作られた時期とか目的はやっぱりわかっていない感じ？残念ながら。というかそもそもこの石造物はもともとどこにあったものかすらわかっていなくて、立花寺に持ち込まれた経緯もよくわかっていないんだ。彫刻の手法が猿石などにも似ていることから、この石も飛鳥時代に制作されたものではないかと考えられている程度なんだぜ。ちなみにこの場所に安置されたのは近世のことで、かつてどこにあったものなのかも明らかではないな。そんなに謎めいた石造物だったなんて知らなかったわ。だがこれもさっきの猿石のように日本に悪意地したものはないが、海外に似たような存在がある。それは前後に二つの顔を持つ存在、ローマ神話におけるヤヌスだぜ。ヤヌスって初めて聞いたけど、これは一体どんな存在なのかしら？ヤヌスはローマ神話の門戸の守護神とされていて、前後を向く二面像は事の始めと終わりを意味していると考えられている。この二面石と関係があるのかどうかははっきりしていないが、何か似たものを感じるんだよな。なるほどねー。ちなみにこれまで紹介してきた飛鳥の石造物も結界を示すため置かれたと考えられることが多く、異なる二つの場所の境界を示すという点では共通している部分があると思う。あ、確かに。そういえば日本神話でも二つの顔を持つ存在って出てくるわよね。確か、飛騨の両面宿儺。お、よく知っていたな。確かに両面宿儺も二つの顔を持っているが、これは当時の大和政権に従わなかった飛騨地方の豪族を象徴するものと考えられている。ちなみに他にもインドネシアのニアス島という場所に伝わる宗教ではシレウェナザラタという神がいて、これも二つの顔を持っているとされているんだ。そのシレウェナザラタっていうのはどんな神様なのかしら？何でも地震を引き起こす存在ともされているものの、詳しいことについてはあまりわかっていないな。立花寺の二面石とどのような目的があるのかはわからないけど、やっぱりこの二つの顔を持つという特徴はスルーできない何かが秘められていそうだね。では次に紹介するのは趣味戦石と石人像だぜ。お、一気に二つの石造物を紹介してくれるのね。これらは一体どのようなものなのかな？この二つの石造物は飛鳥村飛鳥にある石神遺跡から明治期に発掘されたものとされている。現在はどちらも飛鳥資料館に収蔵、展示されているぜ。一つずつ聞きたいんだけど、それぞれの大きさはどのくらいなのかしら？まず趣味戦石は高さ 2.3 メートルほど、正面には山や波のような文様が彫られているのが特徴だ。山や波なんて不思議な文様ね。というか、この趣味戦石ってもしかして仏教に出てくる趣味戦と同じ意味なのかな？お、趣味戦を知っていたのか。その通りで、仏教において世界の中心にあるとされる趣味戦を表しているんだ。現在見つかっているのは三段構造の石造物だが本来は中段と下段の間にもう一つ、さらに台となる石もあったと考えられているな。そうなのね。それなら今よりもっと高さのある石造物だったかもしれないんだね。じゃあもう一つの石人像っていうのは？石人像についても趣味戦石と同時期に出土したもので、これは一組の男女が彫られた石造物なんだ。すごい。胴体は同じなのに顔は分かれているわ。これらの男女は何を表しているのかしら？男性の方は杯を手にして酒を飲む姿を、そして女性の方はその男性に背中から抱きつく姿を表しているという。あら、とても仲睦まじい姿じゃない。これらの趣味戦石と石人像はどちらも内部に水を通す仕組みで、かつて噴水として使われていたと考えられているんだ。ちなみに趣味戦石の周りは海が取り囲んでいるとされていて、この噴水の仕組みはおそらくその海を再現するために作られたと考えられているぜ。なるほど。石人像に関しては、なんだか男女の口から水が吹き出ているようにも見えるけど、この仕組みは何を意味しているのかな？この石人像がある石神遺跡については光緑天皇の時代に整備されたものなんだが、かなり立派な施設だったと考えられている。ちなみに日本書紀にも記載されていて国内外の来賓を招くための迎賓館だったとも考えられているぜ。じゃあちょっと豪華な感じでこの噴水を作ったのかもしれないわね。それにしてもこれだけの数の奇妙な石造物があるとは正直予想外だったわ。でも不思議なのはやっぱり建造時期とか目的など、詳細が分かっていないことと、他に類似性のあるものがそんなにないことだと思うのよね。そうだな。これらの謎についてはさっきちらっと話したように日本に似たようなものはなくとも、海外に目を向けると意外とわかることがあったりするんだ。
では次に石造物の共通性から日本と海外とのつながりについて話をしていこう。さっき猿石を紹介した際に飛鳥村に隣接する高取町を紹介したのは覚えているだろうか。あ、うん、高取町ね。その高取町がどうかしたの？猿石の他に人頭石と呼ばれる石造物が存在するんだが、これは高さ1メートルほどの花崗岩でできていて、人の顔が彫られていて、その独特な風貌から外国人の顔と言われているんだ。確かにちょっと外国人っぽいかも。突き出した顎とか、大きな鼻とか耳が特徴的ね。実はこの石造物、なんとも奇妙なことにこの顔の左側だけが彫られていて、右側は平面になっているんだ。それについて詳しいことは分かっていないが、アスカに北ペルシャ人をかたどったとする説があり、その特徴から吉備姫の大君の墓にある猿石と同じ時代に彫られたものと考えているぜ。なるほど。これについても作られた年代とか目的っていうのは分かっていないのかな？残念ながらそのような詳細は一切分かっていない。ところでこの石造物について横顔をよく見てみると、何かと似ている気がしないだろうか？あ、もしかしてイースター島のモアイ像？その通りだ。実際この人頭石とモアイはそっくりだと一時期 SNS で話題になっていたんだぜ。そんなに話題になっていたなんて知らなかったわ。ちなみにモアイ像って存在はもちろん知っているけど、詳しいことについてはあまりよく知らないんだよね。大きさとかってどのくらいなのかな？小さいもので約3メートルほど、大きいものだと20メートルを超すものもある。このモアイ像については1200年頃にイースター島に移住してきた、ポリネシア人たちが作ったとされているぜ。その後、時期によって形を変化させながら17世紀頃までモアイ像は作られ続け、18世紀頃を境に島内でモアイ像は作られなくなったというんだ。やっぱりここでもポリネシア人って人たちの存在が出てくるんだね。彼らが何か石造物についての謎を抱えていそうな気がするわ。ところでモアイ像といえば頭部やバストショットの姿を浮かべる人も多いと思うが、実はこれ、モアイ像が土に埋まっていることが多く、実際は全てちゃんと胴体がついているんだぜ。実際、地中に埋まっていたモアイ像を掘り出して調査されたことがあるが、その際もみんなしっかり胴体がついていることが確認されているんだ。あ、そうなの？私はてっきり胴体があるものと、そうでないものがいるんだと思っていたよ。でも胴体が見られるものだとみんな腹部に手を当てている姿をしているわよね。これは何かの偶然なのかしら？ここでさっき紹介した4体の猿石を思い出してほしいんだが、これらも同じようにみんな腹部に両手を添えているんだ。あ、確かに全く同じようなポーズをとっているわね。これは何か関係があるのかな？ああ、こうした共通点が飛鳥時代の石造物とイースター島のモアイの姿から、何かしらのつながりがあることを指摘する人もいるんだ。確かにそっくりだけど、でも日本とイースター島って物理的にかなり離れているじゃない？今は飛行機とかあるけど、当然飛鳥時代にそんなものはないだろうし、そう考えると日本の石造物たちが古代においてモアイ像の影響を受けるっていうのは考えにくい気が。まあもちろんそう思うのもわかる。しかしそこにはやはり、日本人とポリネシアの人々との驚くべき共通点があったことがわかっているんだぜ。そうなの？ちょっと、その日本人とポリネシア人たちとの関係性についてもっと詳しく教えてほしいわ。このイースター島を含むポリネシアの島々に人類が拡散したのは、紀元前1世紀頃から紀元後1世紀頃とされている。そのポリネシアの人々の祖先はどこにいたかというと、なんと台湾に住んでいたというんだぜ。台湾？台湾って日本と近いし、物理的にもかなり遠いでしょ？全然共通点が見えないんだけど。実は彼らは台湾に住んでいたオーストロネシア人という分類になり、もともとは大陸に住んでいたモンゴロイドだったというんだ。モンゴロイドって言ったらアジア系の人たちを指すわよね。すなわち日本人も同じくモンゴロイド。ちなみに彼らはいつ頃、台湾に渡ってきたと考えられているの？紀元前2500年頃、今から6000年ほど前に台湾へ渡ったとされているな。そしてなんとこの時一部のグループは海流に乗って、日本にも向かってきたと考えられているんだ。沖縄諸島や九州南部地域、和歌山県や三重県に渡り各地に定住していたんだぜ。そして氏族を形成し、末裔を残していったんだ。マジか。ちなみにこの頃って日本だとどんな時代だったっけ？この頃の日本はちょうど縄文時代中期あたりで、すでに一定の文化圏が出来上がっていたとされている。そのため彼らはそのすでに出来上がっている文化圏に加わった後発組であり、もともといた日本人たちとは全く異なる文化を持っていたんだぜ。それって例えばどんな人たちがいるのよ？例えば日本の古代において九州に勢力を持ち、中央政権に従わなかった隼人という存在。彼らはこの時に海を渡ってきた人々の末裔だとされている。
隼人って人たちもやっぱり独自の文化や習慣を持っていたとされているのかな？そうだな。大和政権に組み込まれて以降、隼人たちの一部は中央で暮らしていたんだが、彼らが使ったとされる隼人の盾には弁柄の赤色が目を引く逆 S 字の文様が描かれているんだ。どこか南国って感じの雰囲気があるわね。少なくとも日本文化とはまた違う、独特な雰囲気を感じるわ。ちなみに日本人と彼らに共通する部分っていうのもあるのかしら？もちろんある。例えば言語において日本語とポリネシア諸語の間には、単語や文法の類似点が見られることが報告されているぜ。ほう、それは気になるわね。それって具体的にはどんな類似点があるのかな？例えば日本語の私やあなたはポリネシア諸語の私やあなたに似ていて、また日本語の水や火はポリネシア諸語のバイや貝に似ている。まあこれらの類似点は偶然の一致の可能性もあるから、日本語とポリネシア諸語が確実に同じ言語系統に属するとは言い切れないが、それでも類似点としては十分な証拠になると思うぜ。確かにそうね。ちなみに他にも何か共通点とか類似点ってあるのかな？あとは文化だな。日本とポリネシアの間には祭りや芸能、食文化などの共通点が見られることが指摘されている。言語だけじゃなく、文化まで似ているものがあるなんて、それって例えばどんなものがあるのかしら？日本の盆踊りや祇園祭りはポリネシアのダンスや祭りに似ているし、日本の餅や醤油はポリネシアのタロイモやソースに似ているとされている。まあこれらも文化交流や環境適応によってできた可能性もあるから断定はできないものの、何かしらの関係があるとしている研究者が多いのも事実だ。またポリネシア人は土器を制作していなかったんだが、トンガやサモアの地域では土器の破片が発見されていることもわかっている。そのことからもともとは土器の文化を持つ民族だったと推測されているぜ。日本でも結構早くから土器文化が発達していたわよね。縄文時代から土器文化は浸透していたはずよ。その通りだ。特に有名なのは青森県の大台山本遺跡。約1万5000年前のものとされる無紋の土器が出土している。なんだかすごくシンプルな土器ね。さらにそれより前の2万年前には中国の江西省にある遺跡から土器の破片が発掘されている。このことからオーストロネシア人の祖先が大陸にいた時代に技術を習得していた可能性も考えられるよな。確かにそうね。彼らが台湾や日本に移住したのが縄文時代中期だったわよね。それならその時代、すでに日本でも土器文化は発展していたんじゃない？ああ、この時期にはすでに縄文土器として火炎型土器という独特の形があったことがわかっている。このことからその時期に南方から移住してきた人々の文化が、それまで日本にあった土器作りに何らかの影響を与えた可能性があるとも考えられると思うんだ。いやいやそんなわけ、と言いたいところだけど真っ向から否定できなさそうなのが引っかかるところよね。さっきこの日本にたどり着いた人々は和歌山県にも上陸したって言ってたし、その人々が今の奈良県に移り住んで文化圏を築いていたとしても何も不思議ではないと思うもの。もしかしたら本当に彼らの末裔が飛鳥時代に石造物を作った可能性は否めないと思うわ。そうなんだよな。じゃあこのオーストロネシア人たちがどのような文化を持っていたのかについて話していきたいんだが、ちなみに霊夢はキキという木彫りの置物を知っているだろうか？キキ？何それ、初めて聞いたわね。名前は知らなくとも見たことはあるはずだ。キキとはハワイの神様をモチーフにしたもので独特の感性がこもった味わい深い工芸品なんだが、よくハワイ土産として出回っていることが多いな。あ、これは確かに見たことあるわ。このキキって存在はポリネシア人の間でも重要な存在なのかな？ああ、ポリネシアの地域でもキキは神そのものを指す存在で大事にされている。そもそもポリネシアの神話は地域ごとに異なった内容が語り継がれているんだが、ニュージーランド先住民のマオリの神話において、キキは神に作られた最初の人間とされているぜ。またフランス領ポリネシアにはこのキキの石造物がいくつかあって、その中でも特に有名なのはマルキーズ諸島のヒバワ島にあるキキだ。他の地域にもそれぞれの形でキキは存在していて、これらはいずれも腹部に手を添える姿をしているんだぜ。え、腹部に手を添えるポーズって、もしかしてさっき話していたイースター島のモアイ像と同じ感じなんじゃない？その通りだ。これらのキキたちには類似性が見られ、おそらく同じルーツを持つものだと思うんだ。ということは日本の猿石も同じことが言えるってことよね。まさか世界中にこの腹部に手を添えているポーズをしたものがあるなんて知らなかったよ。ここまで共通点があるのは単なる偶然ではないと思うわ。もしかしたらあえて腹部に手を添えているということに何らかの意味があるのかもしれないわね。日本人とポリネシア人にどんな関係があるのか気になっちゃうよ。残念ながらその点についてはまだ明確なことは分かっていない。しかし今もなお研究は進んでいるようなので、今後の展開に期待して待っていよう。ということで今回は日本のオーパーツアスカの石造物の謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？
まさか遠く離れたポリネシア人と日本人に共通点があるかもしれないなんて考えたことなかったよ。もし今話してくれたことが真実なら地球の歴史をも変えるほどの大きな発見だと思うわ。早く真相が知りたいわね。確かにそうだな。地球の歴史を大きく覆す可能性があるからこそ、おそらく研究者たちは慎重に調査を進めている。その真相が明らかになることを願っていよう。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。